はい、どうも、メイデオです。今回ですけれども、つむさんのね、動画になりますが、ちょっとね、今回はスキルゲージ繰り越しの裏技を教えたいなと思います。まあ、これ上位勢の方はね、皆さん使ってるテクニックなんですけれども、まあ、ちょっとね、難しいです。難しいんですけど、使いこなせると、もう王子が最強っていうことがね、まあ、これで一つわかるかなと思います。まあ、王子以外でも通常、字でもね、まあ、この、テクニックは一応使えるんで、ぜひね、習得してほしいテクニックになります。まずはちょっと見ていただきたいと思います。単純にやるんですけれども、スキルゲージが満タンの時にスキルゲージを繰り越す方法があってですね、まあ、これをね、まずプレイで見ていただきたいなと思います。で、まあ、これはね、王子のスキルだと、もう一つのね、マイツム設定するときに、まあ、消去系のツムであれば、もう、ほぼほぼ、何のツムでも、使えちゃう、組み合わせが強すぎてしまうと、いうことで、王子が最強だな、っていうのがわかる、まあ、テクニックになってるんでね。はい。じゃあ行きましょう。ミスってます。はい、ミスってます。もう少々お待ちください。はい、行きましょう。これです。今、ルーク溜まってたのに、スキルゲージ溜まりましたよね。繰り越しできましたよね。これがマジで強い。これの、100% 成功する方法があってですね、ぜひね、これを覚えていただきたいです。で、これね、難しくて、自分もね、まだ使いこなせてないです。正直。落ち着いてやるとできるんですけど、マキラップとかだとね、あ、やべ、ミスっちゃった。ちょっとね、焦ってね、できなくなっちゃうんですけど、はい、まあ、さっきのねあれです。で、まあ、どうやってやってるかっていうのを、まあ、今回ね手元付きでね紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、今のマイツムセットだとルークをね繰り越ししてるんですけど、ルークがねスキルゲージ繰り越し、マックスだった時ですね、ルークを ロングチェーンして、やるとですね、ある方法を使うと、スキルゲージが繰り越すことができます。どうやってやるかというと、まずね、一つ、ボムがね、一つないと、絶対にできません。で、ルークがスキルゲージ溜まっております、ルーク、はい、がなぞりまして、ボムを押します。押しっぱなしにしてルークのスキルゲージを押して、ボム離してスキルゲージ離す。これをやると、必ずスキルゲージ繰り越していきます。スキルが溜まった状態でスキルゲージが繰り越していきます。なんでこの方法をですね、覚えてください。ただこれマジで難しくて、このダー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 っていうのを一瞬でやらなきゃいけないんで、かなり難しい。自分もまだ安定してないんですけども、はい、ちょっとね、もう一度やっていきたいと思います。で、これ終わった後にもう一回プレイするんですけども、それはね、ちょっとね、超スロー再生で、まあ、どうやってるかっていうのが分かりやすいと思うので、まあ、それでね、ちょっと確認していただきたいなと思います。ここで、はい。ロングチェーンして、ボム押してからのスキルゲージ繰り越し。分かります？ちょっとこうやってるの。ちょっとね、わかりづらいんですけども、はい。こんな感じです。こんな感じですって言ってもわかりづらいんですけど、あの動作ですね。あの動作をね、瞬時にやっております。自分は。で、瞬時にやろうとしすぎてですね、結構ミスが多いんですけど、はい。
ということで、どんどんやっていきたいと思いますが、本当に難しいんで。よし。ああ。これはまずいぞ。はい。という感じでございます。ルークがゲージ溜まった状態でルークをロングチェーンしてからのボムを押してスキルゲージ押してボム離してスキルゲージ離す。やる、それを早くやるとできます。なんでちょっとこの後もう一度プレイするんですけども、まあ、その瞬間をですね、まあ、手元とこっちの動画両方スロー再生できるかな？ちょっとやれればやるんですけども、まあ、その様子をね、ぜひ見ていただきたいなと思います。それでこの動画を終わりたいと思います。ということで、もう少々変わりますけども、一応喋る動画とし、喋る内容としては以上になります。最後までありがとうございました。チャンネル登録ね、ぜひともよろしくお願いします。で、最後はね、ちょっとフレンドバトルでやっていきたいと思います。ロングチェーンして、ロングチェーンして、ボム押して、スキルゲージを押してボム離してスキルゲージ離す。これね、ロングチェーンしてボム離してスキルゲージ やっちゃうと、もう一切反映されないです。ロングチェーンしてボム押してスキルゲージやって、これね、これ大事なんで、ぜひ、習得してください。いきなりね、瞬時にやろうとするとなかなかうまくいかないんで、あの、ゆっくりやれればやってください。ただゆっくりすぎると反映しないんで、そこだけね、気をつけてほしいですね。たまらんか。 OK。OK、 これね、身に包まれ、くじけそう。